膀胱留置カテーテル、尿道カテーテルとは、尿道口から膀胱に通して導入する目的で、使用されるカテーテルである。強尿道的カテーテルとも呼ばれる。先端のバルーン導入用のネラトンカテーテル、尿道留置カテーテル、留置の概念図前立腺肥大あるいは脊髄や、末梢神経の障害、麻酔や、薬剤の影響などで排尿が困難な患者の導入。 手術や絶対安静時の導尿、残尿量の測定などの検査などの目的で使われる。寝たきりなどの場合では、長期留置のためにバルーン付きのカテーテルが用いられる。カテーテルを留置する必要がなく、膀胱内に貯留した尿を排出後に、直ちに抜去する場合は、ネラトンカテーテルを使用する。カテーテルを使うことができるのは、医師、看護師、患者本人。 患者家族のみである。患者及び家族は、医師から10分に指導を受ける必要がある。男性の場合は、尿道が長く、また、前立腺が存在するので挿入が難しい。女性の場合は、尿道口の確認が困難で、極端に太った体型の場合は、難易度が増す。清潔と愛護操作が必要である。以前は、 挿入前に尿道口をイソジンなどで消毒していたが、消毒をすることに意義がないことが分かってきており、消毒なしで流打されることが増えている。ペニスを軽く髪型に引っ張りながら、親指と人差し指で尿道口が広がるようにつまんで持ち、開いた尿道口にカテーテルをゆっくりと挿入していく。潤滑と痛みの緩和のためにキシロカインゼリーを前、 持って塗っておくと良い。挿入が困難であるなら、一旦抜いて、キシロカインゼリーを塗り直したり、注射器でキシロカインゼリーを注入しておいても良い。挿入しにくい時には細く硬いカテーテルが通りやすいが無理に挿入すると尿道を傷つけることがあるので無理はしない。カテーテルが前立腺に達すると特に抵抗があるが、 前立腺を通過し膀胱に達すると抵抗が少なくなり自然に尿が出てくるので尿が出てくるまで挿入するカテーテルを留置しない場合は尿が排出し終わったらカテーテルを引き抜く女性の場合は尿道も短く前立腺もないので尿道口さえ見えれば簡単である十分な消毒が必要である極端に太っていたり高齢の場合は 尿道口が見つけにくいことがあるので、間違えて膣に挿入しないように注意する。バルーンカテーテルを流置する場合はカテーテルを末端まで挿入した後に、バルーンを上流水、もしくは専用のバルーン固定液で膨らませる。なお、生理食塩水のように汚室に固形の物質が含まれるものを、バルーン固定液として用いることは禁忌である。 洋室が積出して、チューブを目詰まりさせた場合、抜去時に、バルーンの排水ができなくなる可能性があるからである。カテーテルの挿入が間違っていると尿道で、バルーンが膨らんでしまうので、抵抗を感じたらやり直す。バルーンが抵抗なく、膨らんだら、抵抗を感じるまで少し引き出して、動尿用チューブを、テープで下腹部もしくは大腿内側に固定する。 膀胱内で膨らんだバルーンが抜け落ち防止の役割を果たし、カテーテルを抜く際には先にバルーンの蒸留水を抜いてバルーンを絞ませておく。尿道具力や尿の逆流によるカテーテルと蓄尿バッグの接続部からの細菌の侵入には注意が必要である。ありがとうございます。